ヨーゼフ・ボイス、ヨーゼフ・ボイス、ヨーゼフ・ボイス、1921年5月12日から1986年1月23日は、ドイツの現代美術家、彫刻家、教育者、音楽家、社会活動家。初期の古サスに関わり、パフォーマンスアートの数々を演じなお馳せたほか、彫刻、インスタレーション、ドローイングなどの作品も数多く残している。 死亡や蜜楼、フェルト、銅、鉄、玄武岩など独特な素材を使った立体作品を制作したが、同時代のミニマルアートとは背景となる思想が異なり、その形態と素材の選択は彼の彫刻理論と素材に対する優れた感覚によっていた。また、社会彫刻という概念を編み出し、彫刻や芸術の概念を教育や 社会変革にまで拡張した。自由国際大学開設緑の党決闘などに関与し、その社会活動や政治活動は、ドイツ国内で賛否両論の激しい的となっている。しかしその思想と、人間は誰でも芸術家であり、自分自身の自由さから未来の社会秩序という、 総合芸術作品内における他者との様々な位置を規定するのを学ぶのであるという言葉は20世紀後半以降の様々な芸術に非常に重要な影響を暫定いる。ボイスは1921年、ドイツ北西部のクレーフェルトに生まれ、オランダ国境に近い田園地帯のチクレーベで育った。彼は動物や植物などの自然に興味を持ち、鹿やウサギ。 家畜の羊の群れと接する子供時代を過ごした。またチンギスハンの伝説やクレーベ博代々の白鳥崇拝の残るシュバーネンブルク白鳥城や当地の白鳥の伝説に影を受けた。こうした伝説や動物たちは後の彼の作品にしばしば登場している。 近くに住むアヒレス・モルトガット、アキレス・ムーアコと、1881年から1957年のアトリエをよく訪ねるなど芸に接する機会もあったが、医学の道を進むもうと考えていた。1936年頃、ボイスはヒトラー・ユーゲントに加入した。後に彼は、誰もが、教会に行くように、当時は誰もが、ヒトラー・ユーゲントに行ったと語っている。ティスデイル。 キャロライン、ヨゼフ、ボイス、ロンドン、1979、P15、またこの頃、紛書される書籍の中にあった彫刻家、ビルヘルム・レームブルックの作品図版に強い衝撃を受けた、彼は、以後生涯にわたり、レームブルックを尊敬し、彫刻の可能性を信じるようになった。1940年代前半からはデスさんを描き始めるが、そこでは、北方や、 東方の神話、自然科学、ルドルフ・シュタイナーの人知学の問題に取り組んでいた。オリシも、第二次世界大戦が勃発した頃で、ボイスは1940年、ドイツ空軍に志願し、ハインツ・ジールマン、戦後西ドイツで、野生動物のドキュメンタリー映画作家として、有名になった人物による訓練を受けた後、187、シュトゥーカ急降下爆撃機に、 無線オペレーターとして登場し、東部戦線で戦った。彼が作品の中に顕著に死亡とフェルトを使うようになった理由について、戦時中の体験が引用されることがある。1944年5月16日、クリミア半島上空で彼はソ連軍に撃墜され、ステップに墜落して、軽傷を負った。数日後もしくは翌日、彼はドイツ軍や戦病院。 フェルドラザーット179号に収容され2週間の手当てを受けた。ボイスは後に墜落後助かった理由について遊牧民のタタール人、クリミアタタール人に助けられ体温が下がらないように脂肪を塗られてフェルトにくるまれたという話を様々語っており、この体験が個人的な展開点になったとしてタタール人や脂肪にまつわる作品を多く制作している。 しかしタタール人による救助については確証がない。これは事実ではなく自分という牧民や素材等を結びつけるための個人的な神話作りだとみなす見方が研究者の中にはあるクリミアタタール人に対しスターリンが対力協力の罪で強制従命令を出したのは1944年5月18日。不詳からの復帰後彼は西部戦線で 空挺部隊の高下両兵、ホルシャーム・ジェーガーとして戦い、鉄十字章や戦傷賞金章を含む様々な勲章を受けた。戦争末期、彼はイギリス軍の捕虜となり、1945年8月にクレーベの両親の家に戻ることができた。泥沼の東部戦線を体験し、頭に重傷を負って復員したボイスは、クレーベで傷を癒しながら、 シュタイガーの人知学を研究し、水彩画やドローイングを描き始め、地元の画家に学んだ。1947年、彼はデュッセルドルフに移り、デュッセルドルフ芸術アカデミーで芸術の勉強を開始した。戦後片田,田舎で芸術に集中した時期、及び1947年から1951年まで、デュッセルドルフに出て芸術アカデミーで学んでいた時期、彼は、 後の彫刻作品のヒントとなるようなドローイングを多数見ていた。1961年、デュッセルドルフ芸術アカデミーの彫刻科教授になった。彼は、この講座で様々なパフォーマンスを開始し、学校内学校を開く。彼は、自分のクラスは入りたいものべてに対し、開かれるべきだと主張し、大学定員制のためアカデミーに入れなかった学生を、自分のクラスに受け入れたが、 アカデミー当局との衝突の結果、1972年、教授職を解雇された。これをきっかけに彼は大学を出て、学外での社会運動に関わってゆくが、ボイスを解雇したことに対する学生の抗議を味方つけ、彼は大学との訴訟に入った。1978年、彼は少訴し、教授には戻れなかったが、かつての教室をそのまま使用することは許可された。 彼はここを自ら主催する自由国際大学のオフィスとした。彼の講座から育った、または彼の授業に出た学生の中から多くの注目すべき美術家が現れた。その中には、ゲルハルト・リヒター、ジグマ・ポルケ、アンゼルム・キーファーら、ドイツ美術を支えるに至った画家たちがいる。1962年、ボイスは短期間フルクサスのメンバーとなり、 ナムジュンパイクラと信仰を持つようになった。フルクサスの作る美術、音楽、文学など多くの芸術分野にまたがるイベント作に関与することは、ボイスの作品制作をパフォーマンスアートへと導くことになった。フルクサスから離れた後、彼は芸術が社会に対し何を成し得るかという命題をもとに、シュタイナーから影響を受けた独自の彫刻理論をもって多くのオブジェを制作し、 パフォーマンスを演じるようになった。こうしたパフォーマンスの際に、彼は演じやすいように、フィッシャーマンベストと帽子の姿をしたが、後のパフォーマンスでも、演者が誰か、再確認させる意味で彼はこの衣装を着続け、これが彼のトレードマークとなった。なお、パイクと一緒に弾いたピアノ曲も残されている。ボイスは、シュタイガーの講演集にある、スガルについて論じた文章から影響を受け、 独自の熱理論と造形理論を形成した。彼によれば、スガルはその熱によって、水浪、脂肪の一種から幾何学的な巣を作り出す。混沌とした、不定形の物質で、熱で溶け去ってしまうような脂肪が、熱の働きによって結晶質の秩序立った建築へと変わることに、さらにまた熱で溶けて、不定型へとルテンシュールプロセスに、彼は彫刻形成の原理を見た。 またこうした原理の根源には、熱という、永続的、潜在的なエネルギーであり、混沌として流出し流動する要素が存在する。不定形のものを秩序ある形にするのは、物理的な力ではなく、有機的で流動的なエネルギーである。ということが彼の彫刻理論の基礎にある。ボイスは福音後の長期の療養以来、極めて感覚が敏感になってしまったが、こうした知覚によって、 熱で燃えてエネルギーを発散し、しかもクリームのようにも個体にもなる脂肪という質を発見した。同様にフェルトにも熱を蓄える性質を持ち、しかもゴワゴワと厚ぼったい不定型な印象があることを見出した。こうして彼は脂肪、フェルト、ロウ、バッテリーなど彫刻の素材にはなりそうもないものを熱を蓄え、温め、造形される物質として、 立体作品の素材にした。また、熱のように造形力のあるエネルギーによって、不定形のものを秩序ある形態に変える、という彫刻理論は、やがて造形作品の制作だけでなく、パフォーマンスを通じた活動や、個人や社会を変える教育活動、社会活動へと拡張していく。そして、人間の行う活動は労働あれでなんであれすべて、芸術であり、すべての人間は、 芸術家であるという認識へと至った。ボイスは戦時中から復員後、1950年代末まで人間や植物などを題材にした多くのドローイング、素描を集中的に描いた。それらは時々ハッとするほどの完成度を見せながらも人間や植物などを崩れ落ちそうなほどの危うげなギック尺した線で描いた落書きのような印象のものである。 やがて、1960年代に入り、脂肪やフェルトを素材にした、立体作品が、また様々なパフォーマンスが現れる。ドローイングも立体もパフォーマンスも、どれも粗悪な紙や廃棄物やありふれた物質などのみ、ズボらしい素材を使った、完成しているのかしていないのか定かでなく、多義的で理解しがたいものばかりである。しかし彼にとって造形的な作品は結果物や、 目的ではなく、より高次元の造形過程や意識生成過程の途中にできたものであった。作品は彼にとって想像をかき立てたり直感を呼び起こしたりする物質を使っており、彼はその直感を受けてにも共有させ、送り手と受けての間の議論の出発点となる問題定義のための装置として、また人間が事故を実現しうる。 新しい存在領域を形成するための手がかりとして、機能させようとした。最もこうした直感は、ボイスの思想体系の中で成り立っており、ボイスならぬ受け手の側では共有しかねるものであり、ボイスはそのことを否定せず、対話や説明でヒントを与え、議論のきっかけを作ろうとしていた。また彼のわかりにくい作品は、論理的な人間の理性の部分ではなく、 より原始的で直感的な、感性的な部分にダイレクトに訴え、受け手の中にイメージを喚起しようとした。彼によれば、理性とは、論理で検証できる、結晶のように凝縮した、量における、思考のことであった。他方で直感とは、思考の拡大であり質による思考であった。直感の有機的な原理は、理性的思考を包含しており、直感は理解のより高次な形式である。 というのが彼の考えであった。さらに加えて、創造性が理性と直感の橋渡しをするとし、創造性と直感によって人間は自分自身を糧として自律的に発展して行けると考えた。こうして彼は芸術と科学や科学と人間の間にできた亀裂を神話的な作品や儀式のようなパフォーマンスで修復するシャーマンのような存在として活動することになる。 脂肪やフェルトの代表的な作品には、ゴワゴワしたフェルトでできた背広を、ハンガーで吊るした、フェルトスーツ、1970年、死亡を、四角いギャラリーの隅の空間を埋めるように咳上げた、死亡のコーナー、1968年他などがある。パフォーマンスの中には、野ギの死骸を使ったものもいくつかある。例えば観客を、ガラス壁の向こうに追い出して、 ギャラリーの中で、ノウサギの死骸を担ぎ、立てかけた絵の内容をノウサギに教える。死んだウサギに絵を説明する方法。1965年、同じくノウサギの死骸を使い、十字架を描いて半分、消した黒板に立てかけるなどした、ユーラー。1966年などがある。絵を説明する方法では、思考や言語の問題を、ユーラシアでは、東文明、中の分裂。 およびイデオロギーの断絶で分断された、ユーラシアの再統合を指した幾分離総合的な、アクションだった。コヨーテ私はアメリカが好き、アメリカも私が好き。1974年では、ボイスは、ニューヨークの空港到着後に、すぐガロへと救急車で運ば、一週間、フェルトや新聞、星草の積まれたギャラリーの中にこもって、アメリカ先住民の聖なる動物である雇用テと共に、 じゃれあったり睨みあったりするなど、無言の対話を続た。それ以外のアメリカを見ないままボイスは、再度空港に運ばれて、ドイツに帰った。1979年、ニューヨーク市のグッケンハイム美術館で大規模開庫展が開かれ、彼の名声は高まった。1982年の現代美術展、ドクメンタ7では、カッセル市に7000本の菓子の木を植えるというプロジェクトを、 開始し、まずメイン会場前に7000個の玄武岩が設置され、その後賛同する市民や企業の寄付で歌詞の木が少しずつ増えていった。また当時の同僚のナムジュンパイクと一緒に仕事をしたせいでいくつかの音響作品も残している。ボイスは人知学への接近を通じ、民主的で芸術的で霊的に動機づけられた社会という政治理論にたどり着いた。 彼は社会は一つの偉大な芸術的な総体であるべきだと信じ人類の社会を意味あるものにして精神的な深みを与える鍵は芸術家が握っていると考えていた。彼は1972年以後急速に社会的政治的活動を活発化させた。前年彼は芸術アカデミーの学生らとデュッセルドルフ近郊のテニスクラブへ 森林を伐採しての拡張工事に抗議すべく行動を行い自然保護運動を開始した。1972年に行われたドクメンタコで彼は直接民主主義組織のための100日間情報センターを会期中解説参加者たちと黒板に図解を書きながら討論を行った。彼の思考をお図解したこうした黒板は多く残っている。またこの年に 芸術アカデミーを放築された彼は1974年に自由国際大学開設社会改革のための作業の情報センターとし教育者として参加者に社会改革について講義しながら同時に教えられる立場にも回る教育活動を行ったこうした活動もボイスの中では彫刻であり彫刻概念を拡大しあらゆる人間は自らの創造性によって 社会の幸福に寄与しうる、すなわち、誰でも未来に向けて社会を彫刻しうるし、しなければならない、という呼びかけに基づく社会彫刻であった。彼は文化における自由、政治におけるデモクラシーと、自治、経済における友愛を理想とした。1976年、連邦議会選挙で独立したドイツ人の運動連合。 アクタインス・ジェメインシャフとアナブ・ハンガジャー・ドイチャの候補として出馬した。この組織の目的は二つに分かれたドイツを統一し、ナトウや東側の両方を拒否する中立国家とすることだった。この小さな組織は新しく生まれるドイツ・緑の党に合流し、1979年に、ボイスは緑の党の欧州議会議員候補として立候補した。もっとも、党は 議席獲得に必要な5%の得票率が得られず代表を出すことには失敗した。1980年の連邦議会選挙では、ノルトラインベストファー練習の緑の党の名簿第一位の候補として立候補したが、またしても落選した。この間、ボイスはテレビ討論、イベント、選挙活動などで緑の党のために活動した。 環境への働きかけ及び賛同者の募金により実現した1982年の7000本の歌詞のキープロジェクトもボイスが長年続けてきた自然保護運動の延長上にあった。1983年、1979年に調印されたソルト2にもかかわらず、西ドイツに 核ミサイルが持ち込まれたことを受けて大規模な反核運動が起こったが、ボイスはこの運動の先頭に立っている。こうした活動から、ボイスは政治的敵対者たちから攻撃され、スキャンダルの過中の人物であり続けた。ボイスは1986年に死去したが、芸術と社会を関係させるその思想は今日まで多くの影響を美術家や建築家らに与えている。 1984年6月2日に、ヨーゼフ・ボイスと対話する学生の会による対話集会が行われた。これは、武蔵野美術大学学生の発案に、西部美術館が協力し、武蔵美学生と東京芸大学生有志とで実行委員会を作り、それを東京芸大が支援したものである。参加人数は500人弱であり、1984年、 当時発表されていた1000人は誤りである。数多くの対話集会を重ねてきたボイスの最判年のそれも日本における唯一の対話集会となった。集会で作成されたダイアグラムの描かれた黒板は現在東京芸術大学美術館に収蔵されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。